930ターボをね、動かしてます。まあ、なんかね、久々に乗るんでちょっとね、なんか問題があったりとかしたら、まあ、ここで直していくみたいなね、まあ、たまにこう乗って、やっていきたいなと思います。はい。まあでもあれですね、なんか空冷でもやっぱちょい慣れるんですね、何回か乗るとね。なんか特に違和感もなくね、走れるんだ、嬉しいですね。はい。まあ、夏になるとね、ちょっとどうしてもね、この車はね、暑さ半端じゃないんで、もしあれやったら、夏でも乗るんやったら、あれ欲しいですね。上にね、服着る、空気をね、こうブワーってやる、現場の人とか結構使ってるじゃないですか。ああいうのがあればまだマシなのかもしれないですけどね。うん、チョッキみたいな、ね、なんて言うんやったっけ、風のね、出るなんかファンみたいなのが服についとって、何やったっけなあれ、まあ、忘れましたけど、まあいろいろね、夏対策のそういうグッズをね使う方がこの車はいいんじゃないかなと思いますね、下手にやるよりも。まあでも今日はすごい心地のいい気温なんで、1.5キロ道なりです。特に何の問題もなく走れますね。いや、晴れてて温度が適温の時の風冷ボルシャめちゃめちゃ気持ちいいですよね。
っと暑なってきましたね。楽しい分長いですね。